脳に直接届くプライムです。今日も、続きをやっていきますよ。前回ね、友人の実家、これね、すごい怖い話でしたね。というわけでね、すごい平和的な感じで、ついに車の免許を取ったあるばあさんの通夜、忘れ物ですね。私は先週ついに車の免許を取った。まだ知らない道は怖いけど、地元の田舎道を走るのには随分じゃない、だいぶ慣れてきたみたい。今日はバイトが深夜に終わって、途中まで帰り道が一緒の彼氏の車と2台並んで店の駐車場を出たの。バイト先から 家までは5分程度なんだけど、深夜ということもあって、私と彼の車以外全然走ってなかったわ。なんか一緒に彼氏が送ってあげたらいいのに、車2台あるんだね。そのせいかな、なんだか毎日通ってる道なのに今日は少し違う風景に見える。あ、彼ったら後ろから何度もパッシングしてきてる。もしかして愛してるのサイン？私はブレーキランプで返事をしながら曲がり角を右折した。ここで彼とはお別れなのよね。あれ？この角ってこんなに曲がりにくかったっけ？確かに鋭角ではあるけど、右のドアがフェンスにすりそう。この間はもっとうまく曲がれたのにな。って、ブレーキランプで遊んでるせいかな。そういえばこの時間、毎日猛スピードで走ってくるトラックとすれ違うのよね。ほら、正面からトラックのランプが見えてきたわ。あれ？どうして正面からトラックのランプが見えたのでしょうか？これはね、一方通行の道に、あれじゃ、道間違えて一方通行の道に入っちゃったってことかな。あれ、音は鳴ったのに、ああ。どれになるかな。この時間、毎日。ってことは今日は違うとこに入って、今日だけ違うところに入ってるわけじゃないのか。いや、多分、ん？いや、そもそも俺からしたらあれだよ、帰り道が一緒の彼氏の車と2台並んで出るっていうのがすごいなんか違和感あるんだよな。これ正解だった。え？これなの？冗談だったんだけど、2台並んで店の駐車場を出たの。ということは、語り手は、あ、2台並んでってそういうこと？横に並んでってことか。バカじゃないの？この時間、猛スピードで走るトラックとすれ違っている。そして正面からトラックのランプが見えたということは、いや、これはね、これは意味がわからない、やばい話だよ、これは。だってさ、そもそも彼氏の車と2台並んで店の駐車場を出たのっていうのが俺的には不自然です。で、2台並んでって言って横にとは書いてない。もう縦に並んでる場合もある。てか普通縦に並んでるって思う。で、横に並んでて、なんかいつもと違う風景、もうよくわかんないわ。よくわかんないでした、これは。はい、次。俺はあるばあさんの通夜にいた。ちなみに俺の祖母ではないし、親戚でもない。いわゆる赤の他人だ。みんなから慕われていたらしく、多くの人が彼女の突然の死を、いつなんだっけ、心が痛む。最近は地方が進んでいたようで、夜中に徘徊をしていたようだ。まったく迷惑な話だ。結構雨が降ってきたか。帰りはタクシーだな。まだ免許もあるし、車で来ればよかったけど、あまり運転する気にもならんし。これだけ？夜中に徘徊、雨降ってきた、帰りタクシーだな、まだ免許もあるし、車で来ればよかった、運転する気もならん。はい。どうして運転する気になれないのか。あるばあさん、親戚でも祖母でもないばあさんの通夜にいる。光電泥棒ってことかな。地方が進んでいて、結構雨、
なんで運転する気になんないんだろう。車で引いちゃったからだよ。彼女の突然の死。ん？これ閉じるがたまに下に来んのマジで怖い。車で引いちゃったからっていう答えが出ているのに、夜中に徘徊していたのを車で引いちゃったっていう、そこまで見えているというのに答えがわからない。待って、マジでどれ？よくないよこのやり方。このやり方よくないの分かってるんだけど、もう答えが出尽くしてるからさ俺の中で。あ、心が痛む、これじゃない？おお、合ってた。引いたから。ほら、夜中に徘徊していたおばあさんを車で引いてしまい葬儀に来ているね。いや、車で来る気になれんしっていうか、運転できる状態なのかなそれって。なんか免許取り消しとかさ、剥奪とかなんないのかな。はい、次。私、あー、しまった。駅のトイレに化粧品忘れてきちゃった。事務室に落とし物あるかも。ええ、ありますよ。これでしょうか。親切なおじさんが届けてくれました。どうもありがとうございました。直接お礼が言えなくて残念だった。そして私はその人に深く感謝をした。あ、はい。駅のトイレ、要は女子トイレに忘れて、私が、なんだろう、いわゆる LGBT 系の人じゃなければ、女性なんですよ、私って。化粧品忘れてきちゃってるから。で、トイレは女子トイレ。なのに親切のおじさんが届けてくれた。っていうのがおかしいと思った。直接俺が言えなくてよかった。うん。ってわけでもなく、ね。ダメだね。よくないぞ、このやり方。こんな文章短いのに。こんな文章短いのにね。駅のトイレ化粧品忘れてきちゃったのに、おじさんが届けてくれた。なぜおじさんが女子トイレに入ったのか。本当におじさんは親切な人なのだろうか。下手すれば語り手は襲われていたかもしれない。という感じです。なんか今日ちょっと物足りない感じするけどね。毎週やるんで、毎週3つずつやってるんでね、引き続き行こうと思います。というわけで、今回もプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。さよなら。